視聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。みんなでニャンコ大戦争狂乱の鳥に挑戦します。無課金で挑戦した結果、とんでもない時間がかかりました。アイテムはニャンピュだけ使いますが、後半になってからです。働き猫のレベル上げのため倍速します。足止めをしつつ働き猫のレベル上げをしますが、バルキリーをいつでも出せる分のお金は用意しておきます。主にこれで中井くんを攻撃するんだぜ。失敗したので、もう一度今度は通常速度で行きます。壁の生産を一時やめて、ニャンコ城に引っ付けてバルキリーを出します。何分無課金での攻略となると、攻撃で役に立つのがエクストラキャラなため機会が少ないです。ドラゴンは使えないのか。プラスが10もないので、一回攻撃したらやられてしまう可能性が大きいです。なぜ組み込んだんじゃ。イノシャシが来た時に少しだけ使えるからです。壁でバルキリーを守りながら中井くんを攻撃しますが、鳥の射程に入ったら終わりの時間が近づきます。レベル30のバルキリーなら2回攻撃を受けたらおしまいです。バルキリーの射程に鳥が入れば、中井くんと一緒に攻撃できれば運がいいです。イノシャシが出てきたが、対策はあるんだよな。ムートを使います。イノシャシの方が射程が短いので、壁とニャンコ砲をうまく使って攻撃するわけですが、事前にダメージを少し与えておいて時間を稼ぎます。バルキリーを出す時間稼ぎだな。ムートの役目はイノシャシを倒すことです。もっと合理的な攻略はできないのか。無課金で基本が育っていなければ、こんなものです。基本でプラスが10を超えてるのはゴムとライオンだけです。攻略は同じことの繰り返しなので、チャンスまで倍速します。ライオンと狂乱のキリンに意味はあるのか。イノシャシと中井くんがいない時に鳥を攻撃する時に活躍します。その条件って厳しくないか。育成が不十分なのでやむを得ないかと、超激レアを使った攻略も考えましたが、無課金でできるならそれで済ませようと考えたわけです。よりによって時間のかかる方法を取るのか。これくらい弱ければ無課金攻略と名乗れるでしょう。プラスが高いからできて当然と思っている方もいると思いますが、そのプラスを上げるのにどれだけの時間がかかるか正しく理解してないでしょうね。スマホ版はプラス30まで上げるのに4年近くかかったわけだからな。ちなみにブラウザ版は初めて日も浅いので、頑張ってもプラスはそんなに高くないです。これでできて当然と思える方は、努力という言葉を知らない方ですね。ではラッキータイムが始まります。中井くんとイノシャシがいない間、弱いですがライオンとキリンとドラゴンを使います。壁は前進させなければいいので、少しだけ出しておけばいいです。ドラゴンは撃たれ弱いな。プラス値が低いからしょうがないです。ライオンと狂乱のキリンは攻撃を2回受けたらアウト。中井くんが来るまで攻撃をし続けます。バルキリー出して大丈夫か。ダメだった場合、中井くんを貯めてまとめて攻撃します。壁とニャンコ砲をうまく使えば3体まで貯めても持ちこたえます。動きを止めることができればいいけど、攻撃を2回受けたら。はい、サービスタイム終了です。チャンスまでまた倍速します。鳥以外は無制限なので、気張らなくてはいけません。条件は厳しめだが、スマホ版と差がないから難しくないな。まあ編集次第ですけどね。さあ、中井くんがいなくなって、再びサービスタイムのお時間です。弱者の雑草魂を見せてあげますよ。そうしないと勝てないのかよ。無課金で挑戦するにはまだ2が勝っている状況なもので、さあ今のうちに攻撃です。邪魔が入ると攻撃させてくれませんからね。本はやっぱりキリンよりライオンの方がいいのか。体力と攻撃力が2倍くらい違うはずです。これは大狂乱も早く来てほしいところだな。さすがに大狂乱は今のところ課金キャラを使わないと攻略できない強さなので、勝つのは難しいですが、ランクを上げるためにエキストラキャラを猫缶を使って買って育成しようかなという段階に来ています。まだプラス乗せる余裕があるから急ぐこともないと思うが、猫缶で買えるエキストラキャラの活躍場面が減ってしまうんですよ。さあ、バルキリーはやられるでしょうが、他のキャラで鳥を倒します。バルキリーが弱いのかライオンが強いのかわからない状況だな。攻撃力はバルキリー、体力は同じくらいで、数を出せるライオンが活躍ってところですね。決まりました。
出せるものを随時出してタイミングを見てムートを飛ばします。どのタイミングだ。イノシャシの頭が出てきたらムートを飛ばして総攻撃です。今くらいじゃないか。まとめて倒して決着をつけます。ムートは大丈夫なのか。ここからニャンピュー入れて倍速で片付けます。また中井くんが来てしまったが。ですがチャンスは今です。看板娘が出てきたってことは。アカラガオウも倒します。強さ倍率 100% ならそんなに脅威ではありません。そのまま突っ込んで一気に決着です。勝利。攻撃のほとんどをエキストラキャラに頼りましたが攻略成功です。このステージでアカラガオウ出すなんてよっぽどだけどな。まあキャラが弱いですから。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。次はフィッシュですが今の状況で無課金は無理だと判断します。ブラックマ無限脇だから時間をかけたらアウトだもんな。